こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今日は S30 フェアレディ Z が走っているけど、どうせ、また関係ない話？今日は S30、正確には GS30 の話だぜ。GS30？ 一応4人乗りの、2×2 のことだぜ。ああ、4人乗りの方ね。ちなみに今画像で走っているのは、トラストというか、グレッティのフグ Z だぜ。フグ Z？ 後でちょっと触れるか。またロスマンズつなぎのガードナーが乗ってるぜ。ワインガードナー好きねー。次はブーハンか、愛しんのせよか。まあいいわ、とりあえずやりましょう。前にアップしたがいつも、ウプ主が仕事を、サボっていく例のショップだ。こないだの、R31 のショップね。どうでもいいが、ウプ主は言ったら、絶対 UCC の缶コーヒーを飲むぜ。お、エヴァ缶。このショップの UCC は自販機で100円だぜ。それでもショップには10円入るらしいぞ。また、どうでもいい情報ありがとう。どういたしまして。100円は安いけど早く本題に。じゃやるぜ。ま、いつもの通りショップに遊びに行くと。あったのね。エンジンルームを見せたいがのごとく。ボンネットフードを開けた状態でな。おお、かっこいい、渋いわ。だろう？逆アリゲーターに開くボンネットフードの。リンク機構が複雑だわ。どこ見とんねん。中を見るんだぜ。お、ウェーバー3連装にエアファンネルだぜ。当然 L 型だ。Z31 で VG になるまでは、Z2 は L 型だな。Z31 も RB を積んだのがあったわね。あの時代は、まあいいか。しかし、この時代は L 型チューンだな。まだあるぞ、これ。2テールっちゅうやつだぜ。2×2 は、マイナーチェンジ後に追加だものね。ウィンドの熱線も横になったのよね。フグ Z は、ワンテールだな。こっちの方はかっこいいわ。私もそう思うぜ。じゃ次。おやー水中華屋で、それも長い。これって常連さんの車のが混じってるんじゃ？多分これね。ウプ主、懐かしくて撮ったんだろうな。最近じゃ見れない、長いボンネットフードね。昔のロングノーズショートデッキだぜ。2×2 ならではのクォーターウィンドね。ヒンジで外側に開くぜ。なんなら後部座席用のドアオープナーまであるぜ。親切設計なのか？おっと、忘れていたぜ、これだ。お約束、上下2本出しマフラーだぜ。S20 型エンジン搭載の Z432 風ね、あくまでも風だが、外せんアイテムだぜ。富士壺が発売しているぜ。この自体も好きだわ。ま、初代フェアレディ Z はいいな。ウプ主が驚きスマホで撮った写真はこんなもんだ。当時の Z は2シーターがかっこいいと思ったけど、2×2 もいいわね。現役当時、まさか発売されるとは思わなかった。2×2 が日もから20分の1で発売されたぜ。渋いわ、プラモデル屋さんの店頭で、なんで 2×2 なん？と当時は思ったが、ありだな。あ、それとずっと走ってる。なんだったっけ？フグ Z だな、ググったらいくらでもヒットするから呼んでくれ。ま、簡単に言うとトラストの、アメリカでのブランドであるグレッティが、ほう、240Z に R32GTR 用の RB26 を乗せ、で、外装内装をこんな感じに、と、ん？私が引っかかるのは、なになに？ L24 を RB26 に換装しているがで、ツインターボを外して NA にしているってとこだ。もちろん NA にしたので圧縮は上げているぜ。なんでツインターボ外すん？そうなんだ、で、その理由が、L24 のオマージュなんだそうだぜ。なんのこっちゃー？それやったら L 型チューンして乗せろやー。そうだよな。S30 には L 型よー。私もそう思うぜ。なんで？まあオーナーの考え方だな。そのオーナーなんだが、映画ワイルドスピード。知ってるよな？知ってるわ、ウプ主が大嫌いな映画ね。その中で反役で出演している。韓国系アメリカ人の三冠なんだぜ。へぇ、なので S30 には L 型って、ある種ロマンみたいなものがないんだと思うぜ。なるほどねー。しかし、ウプ主はワイルドスピードが嫌いだよなー。変にアメリカで日本車の人気が出て、GTR やスープラなんかの値段が高騰するし、年数的にアメリカで右ハンドルが乗れるしな。映画もだんだんわけわからん話になるし、結局日本車よりビンディーゼルの、古いアメ車が早いって感じだし、何より、ボールウォーカーが事故死って、シャレにならないわ。事故死の時点でシリーズを打ち切るべきだな。
クグ Z の解説はもういいか？大きに。あ、名前の由来は？それなぁ。エンブレムも似た字体でフグ Z なんだ。霊夢はサニーチバ、こと千葉真一は知ってるな。キーハンターね。懐かしいぜ。ノギはヨウコと結婚したぜ。離婚したけど、マッケンユーと、ゴードンのお父さんね。霊夢好きだなぁ。かわいいわ。で、フグ Z の名前だが。はいはい。フグ Z のフグは、来た来た。フグだぜ。フグって魚のフグ？そうだぜ。え？オーナーの三冠が千葉真一と、フグを食べに行った時、フグには毒があるから、ちゃんと料理しないと死ぬで。と言われ、チューニングカーも同じだな。と思って、フグ Z と名付けたそうだぜ。ふーん、そうなんって感じね。まあな。ちなみに、今走っているイルフグ Z は、ウプ主がショップで見た Z に近づけるよう、リバリーでミラートリアスフォークロに、フロントバンパーをメッキに変えたぜ。暇ね。なんか半分くらいフグ Z の話になったが、そろそろ終わりにするか。そうね、ネタも尽きてきたし。最後まで動画にお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点や、リクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。